はい、皆さんこんにちは、伊賀屋の寺澤です。はい、以前ですね、こちらありましたよね、伊賀屋激安シリーズのモッド編、ちっちゃいモッド、ミニボルトですね。こちら以前ご紹介させていただいたんですけれども、こちらもうさすがに売り切ってしまって、もう入荷ができませんぐらい販売をさせていただいて、もう入荷ができませんので、何か変わりないかなと探しておりましたところを見つけました。こちらですね、ドン、ウォトフォさんのサーペントボックス 50W という商品名のちっちゃいモッドでございます。ちっちゃいですね、こんなもんですよ。これからちょっとミニボルトとの比較をさせていただきます。高さはまあ同じようなもんです。幅がこんだけ違います。まあこちらの方がちっちゃいんですが、こちらもちっちゃいですね。もうこんだけ違うとやっぱり内容も違います。こちらが内蔵バッテリー容量が 1200mAh だったのに対して、こちらはサイズ的に大きくなった分、内蔵バッテリー容量も多くなって、なんと 2000mAh ございますよ。すごいですね、 2000mAh ですよ。例えるならばソニー VTC4 が 2100mAh ですので、ちょっと少ないぐらいなんです。VTC4 よりもちょい少ないぐらいですね、このサイズ感で。すごいですね。でですね、出力ワット数はミニボルトは最大 40W でしたのに対して、こちらのサーペントボックスは 50W までとなってます。最大 50W ですね。この 10W の差ってすごく私大きいと思います。 40W までしかということは39.99999W、 まあまあ厳密に言うと 40W までしかダメなんですけども、 50W までいけるということは 40W 台も楽しめるということなんです。これかなり重要です。で、液晶ですね、こちらこういう感じですね。こうなってます。ミニボルトはこうなってます。こちらのオトフォサーペントボックスはこの上についてますね。こうなってます。で、機能的にこちらはですね、ワット数の上下だけのモード、パワーモード、ワッテージモードだけでした。サーペントボックスはですね、なんとこうやると画面反転もできて、こうやるとモード切り替えなんです。ワッテージ、温度管理、ニッケルワイヤー、温度管理チタンワイヤー、温度管理ステンレススチールワイヤー、 TCR、 すごいですね。こんなちっちゃいのにこんな温度管理機能もついてます。すごいですね。まあでもワッテージモードが無難なので、ワッテージモード、ワット数の上下だけで使うのが一番簡単です。さらにですよ、ミニボルトは直径 22mm までが面で乗りました。例えばこちらのゼウス X は 25mm あるのりますので、これまあ乗っけられますよ、乗っけられます。でも出ますよね、こうやって。まあまあまあ、液晶も見えるんでいいんですけれども、あとビルドもちょっと抵抗値高めに組んであげれば 40W までで吸えばいいんですけれども、今回のサーペントボックス 50W はここが変形してますよね。こっちのが細くてこっちのが太い感じになってますので、ゼウス X 直径 25mm ですけれども、こんな感じのフィット感で乗っちゃいます。そして 50W まで出るので、あ、すごいですね。コイルが新しいコイルですか、今までと同じ古いコイルですかと聞いてきます。これとイエス、ノー、ニュー、オールドってやって吸うことができると。すごいですね、こんなサイズ感ですよ。もうちょっとコンビニ行く、ちょっとパチンコ行くとかでちょっと大きめのタンク乗っけとけば、もうこれでもう、これポケットに入れてもうサクッといけますよね、これ。へいっつって、へいっつって。はい。はい。かなりいいですよ。という商品が、今回、伊賀屋激安シリーズのモッド編として仲間入りをいたしました。サーペントボックス 50W、ビルドインバッテリー。内蔵バッテリー 2000mAh が1833円ですよ。に消費税で1キュッパですね。それはミニボルトも同じ価格でしたので合わせさせていただきました。ミニボルトと同じ価格、新しいニューフェイスサーペントボックス 50W でございます。
気になる方がおられましたら下の概要欄に書いておきますのでチェックしていただけましたら幸いでございます。はい、では今日はこの辺でさようなら。